どうもです。どうもです。今私梶原優太そして、はい、山口トンボ組長、はい、二人で、はい、サウナに来ております。いやー来ましたね。これ実はね、はい、メインチャンネルでは一度お邪魔したじゃないですか。そうですね。あの安武のおかげでね、はい、新宿歌舞伎町にあるのかな。はい。でやっぱり歌舞伎町やからさ、はい、これちなみに外がネオンになっててすごい僕たちなんかエッチーになってるね。そうですね、エッチーになってる、ね、ちょっとすいません、今日はエッチーな動画になってますけど、すいません、あの実は今プライベートで来てて、プライベートサウナっすよ。まあ裏の話を言うと、はい、まあおそらくメインでも動画出てると思うんですけど、サウナにテンション上がりすぎてそのメイン動画を撮影行ってる時ね、はい、サムネを撮り忘れるっていうか、いやそうなんですよね、それをやってしまいまして、はい、サムネをもう一回撮りに行こう、はい、もう代わりにちゃんとサウナも楽しもうよって、はい、代わりにじゃない、一緒に一緒にってことで来たんですけど、はい、どうですか組長。いやもうマジで最高ですわ。これもう本当にこのジム終わりっていうのも言っていいですよね。全然いいですよ。ジム終わりのこのサウナ、うん、もう最高こうですわな。汗も流せて、安武がさ、はい、俺とともにめちゃくちゃおすすめしてた理由分かったの。分かりましたね。これはちょっと僕も今までサウナあんまりやってこなかったんですけど、いざやってみるとめちゃくちゃ気持ちよかったな。またここがいいっすね、個室で。そう、はい、まあメインにも言ってたと思うんですけど、はい、個室でね。ただそうなんですよ、ちょっと今日やっちまいまして。いやマジで、や本当にあのロウリュっていうのがあるんですよ、ね、はい、あの石にこうアロマをかけていい匂いがして温度がブワッて上がるんですけど、はい、それを二人で楽しんでたんですよ、はい、キャッキャ言いながら、はい、してそろそろ行こうかってなったタイミングで、はい、まあ、そのロウリュ、はい、そのアロマがすごい余ってた。そう結構ね、うん、はい、でちょっともったいないなと思って、はい、トンボ行っちゃおうかっつって、うん、いっぱいロウリュかけちゃおうかっつって、はい、じゃあトンボもあ行っちゃいましょうかいいっすねっつってね、いいっすねっつって、はい、僕ロウリュをめちゃくちゃいっぱい最後にブワーッてガンガン行ったらマジで死にかけました。マジで危なかったあれ何かっていうと最初ね、はい、ブーって熱くなってきた。おいいねいいねっつって、ね、いいねっつってなってから、はい、もう1秒後にはあーっつってダガーって二人で、いやもう本当にもうドリフみたいになってましたよ。はい、腹子のおっさんがぶつかり合ってダン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 つっていらダダダダつって、だから多分ちゃんとなんか書いてると思うんだよ。いやそう書いてありましたわ。だから絶対に真似しないでください。これ大量に書けちゃダメなんだ。あれも絶対ダメ、もう先に言っときます。ダメ、やめてくださいね。俺はもう二度とやらないんで。二度とやりません。もう素人ならではかもしれんけどね。いや本当ですよ、ロウリュにやられるとこや。いや本当危なかった。普通にかけたらマジでめっちゃ良くてな。最高っすね。癒されるっていうことで、まあ、メインでも言ってたかもしれんけど、うん、俺マジであの嫁と行きたいな。嫁にも話したんよ。はいはい、行きたいって言ってたから。あ本当ですか。リオちゃんとかもね一緒に。絶対行きたいですよ。リオちゃんと二人で来れるわけですから。いいっすよね。最高です。しかしこれね、はい、エッチやなおっさん二人で何してんこれ。エッチーですね。完全にエッチーです、はい、でも本当に広くていいですよ。いやもう最高、居心地最高です。もしよかったら皆さんも、はい、来ていただきたいなと。トライバルですよね。トライバルさん、はい、トライバルさん、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。